とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ちょっとね、今悩んでることがあります。それが、武器なんすよね、武器。ソウルビルドを作ろうと思うんだけども、武器は何が正解なのか。まあ、防具は、今、ソウルダンサーのローブを厳選してるんだよね。で、それでいいと思うんだけども、武器なのよ。武器。実際ね、フロストサイスとかソウル系をつけると、まあ、ソウル吸収がね、はかどるよね。流れ込む魂と、謎の共鳴、そして吸魂。まあ、3吸収して、さらに武器でプラス1か。4だね。4吸収するんだよね。敵を倒すと。必要かなと思うんだよな。もうむしろこっちのね、流れ込む魂と、吸魂だけで追いつくような気もするんですよね。まあまあ、実際つけてみないとわかんないんですけどね。まあ流れ込む魂は、重複しないですし、こっちについてる吸魂も、敵を近接で倒さないと、魂を吸収してくれないので、エンチャントとしての能力はないんですよ。ただただ、魂を吸収するだけ。それならばね、こっちがいいのかなと思うんだけども。まあ、ちょっとね、使いながらやっていきたいと思います。はい。まずはちょっと怒りとキノコ、そしてハーベスターで行ってみようか。ちょっとね、武器難しいんですよね。それでは行きましょう。地下寺院ですね。エメラルドが4になるまで回復して、ウィッチに置き換わる、臆病を持ってる。ああ、まあ、攻撃力はあるね。これで行ってみましょうか。まあまあ、思いっきりの近接系のビルドっていう感じですよね。で、溜まったら、ハーベスターでボーンとして、まあまあ、そういう攻撃もできるよねっていうところ。だよね。いやでも中途半端だな、なんかすごい中途半端。これキノコ入れない方がいいのかな。確かにね、強いには強いんだろうけど、ああいやー、これ良くないわ。もう良くない。あのソウルもね、そんなに吸収しないし、やっぱりそうね、普通の矢筒は装備した方がいいな。じゃないとちょっとソウルが全然足らないんですよ。もうハーベスターを連射するまではできないんで。そうね、これはなんか本当中途半端感がすごい。これどうしたもんか。ならば、これの方がいいのかな。これで、で、キノコを、いるな。キノコを、どうするかね。あ、やばい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 。思いっきりくらくらくら。回復はするね。流れ込む魂でしっかり回復するんで、はい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 。なるほどね。今、吸魂がね、かなりいい感じですよ。ちょっと待って、キノコを元に戻したい。キノコをちょっと元に戻したいな。戻します。キノコのところを、普通かな？これで行ってみよう。そうかそうか、そうか、防具もそうだわ。これじゃなくって、あれか、アーティファクトのダメージが上がるやつを装備しないと、弱いね。ちょっとそれは欲しいな。夜の棒って、そうかそうかそうか。そうだわ。足遅くさせるんだ。それは強いわな。はい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 。
そうね、怒りは別にいらないかな。うん、今の感じだったら怒りは別にいらないか。なやっぱり近接の武器はこれが正解かな。3つソウル系をつけて魂をもろ吸収する感じ、これが正解だな。もう全然なんだろう、ハーベスターが使いやすくなったんで。そうかそうか、なこれにもう防具のとりあえずのやつだな。うん、今のところ俺の中では、俺の持ってるやつではこれが最強なのかもしれない。でこれにソウルダンサーのローブで出来上がりっていう感じか。そうかそうか、ちょっとこれ装備はね、武器はこれがいいかもしれないね。ちょっと進みます。おキャプテンいるんじゃないの。いるね。あーこれね、あのね、魂ものすごい回復するのよ。回復して、おいちょっと待って待って待って、動けない。もうえらいこっちゃだな。その回復量が上限を軽く上回るのよね。なのでこれね、魂の袋欲しい。うん、防具にね、こう魂の袋なしでヘルスシナジーで行こうかなと思ったんですよ。いやでもね、これはね、魂の袋がないと回収しきれなくて、ちょっともったいないかなと思った。うん、回復はもう後回しで、もう後回しっていうか、もう流れ込む魂だけに任せて、ヘルスシナジーは入れずに、魂の袋で、あれ、150% でしょ？元の 2.5 倍になるんだよね。ならば、もうそっちの方がいいかな。ちょっとね、ヘルスシナジーを探してみようかなと思ったんだけども、いや、これは、魂の袋の方が断然正解だと思うね。はい、中にあと2体いてくれれば OK。 おキャプテンがいた。おいおい、ちょっと待って待って死にそうだった。この花火とね、待て待て待て、雷とは違って、ボスもね、ボス系の HP 高いやつもガシガシ倒せるっていうのがやっぱり俺のいいところだわな。問題なく倒していけるんで、それがいいところ。ソウルがね、本当にね、一気に集まってきて余っちゃうんだよね、入らないんだよね。なのでもったいないな。ああやられた。もったいない。いやこれは絶対魂の袋だわ。厳選しよう。いやまだね、出てないんですよ。でも、危ねえ！今日の夜もやって、で、明日もやって、そのうち出るかな？すぐ出てきてくれればいいけど。何がついてたか全然見てなかったな。何だったの？ウィッチに置き換わ、あ、違う、クリーパーに置き換わるのか？で、プレイヤーの HP が60% 減少して、モブ HP が 90% か。ああ、なるほど。最後の方きつかったわけね。なんかやられてるなと思ったら、ちょっときつかったみたいですね。はい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 。OK。でもまあ、あとはクリアするだけなので、いいですね。よかった。今日は、ナイトモードがつかずに、嬉しいね。うわ、なんでもや。ちょっと待て。ソウル流れ込んでこい。流れ込み出すともうえぐい。もう回収しきれないね。はい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 、オッケーオッケーオッケー。やば、死ぬ。やばいやばいやばい。魂早めに流れ込んできて。足りない足りない。あっしゃー、いけた。最後死ぬかと思った。ではクリアでーす。はい、それでは戻ってきました。ソウルビルドの
最高の近接何かなと思ってたんだけども、怒りじゃないね。怒りじゃなさそう。これをつけてしまうと、なんかね、中途半端感になったので、やっぱり、これなのかな。フロストサイス。まあまあ、これは見た目っていうのも入れて俺はこれをしてるけどね。ソウルフィストとか、あと月のダガー、あの辺は魂が2回収なんだよね。なので、ソウル系のエンチャントを全部入れてしまえば、5回収なのよ。でもこっちは4回収なのよ。その1の違いだな。ならば俺はフロストサイズを装備するかな。まあ、とりあえずこのソウル系のエンチャント3つは確定で、もう1つを、アイテムボーナスかな。リフレッシュは別にいらなかったね。これで攻撃するわけじゃないので、アイテムボーナス入れて、パワーポーションとか影のブリューを出していった方が、いいのかもしれないね。もしくは、採掘者を入れて、デスバーター。いやいや、デスバーターはつけないわ。つけれないんだ。ならもうこれは、アイテムボーナスが良さそうですね。ちょっとそれを今度つけておきます。はい。ということで、こんな感じです。またね、ソウルビルド完成しましたら報告しますね。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。